シナロア州にあるコロニアル様式と自然の宝庫である魔法の町、プエブロ・マヒコ、サン・イグナシオ、熱帯植物と太平洋の透き通った海に囲まれ、恵まれた場所に位置するコロニアル建築と自然豊かな町です。バラス・デ・ピアクストラにあるラス・ラブラダスビーチでは、アメリカ大陸最初の人類が岩石に刻んだペトログリフやサーフィンなどのウォータースポーツが楽しめる穏やかな海岸と、大きな波のビーチに感動するに違いありません。南西に向かって約30分ほど行ったところにあるハグアル博物館は、この絶滅危惧種の保護とメキシコ文化におけるジャガーの重要性について学べる空間となっています。上空からはサン・イグナシオにある両手を大きく広げている壮大なクリストデラ・メサの記念碑が見えます。街のどこからでも見えるほどの高さに位置しています。サン・イグナシオの中心部を歩いていると、この街の最もロマンチックな場所、カジェホンデルベソを見つけることでしょう。カジェホンデルベソはグアナファト州の同名の場所にちなんでおり、カップルや好奇心旺盛な人の人気の立ち寄りスポットです。歴史、感動、ロマンスがサン・イグナシオの美しさを作り上げています。シナロア州が誇るこの魔法の街の魅力に浸ってみてください。